ラッシャーナンバさん、大工さん、お大工さん、ヨモフィーのあれちゃん、 HK さん、堀さん、ピロコロ、ナベちゃんさん、ありがとう、三等賞さん、おかきさん、センパパさん、ケインさん、ルマオさん、イズキュン、ポップマスターさん、ありがとう、サテンさん、ギユさん、ローマ字のマサさん、ありがとう。今日は暖かかったかな、キラさん。寒かったけど、結構暖かかった、キラさんとこ。じいさん、ありがとう。フジモンさん、ロッピーさん、プーチューがプーのバージョンってことね、それ。ひでゆきさん、あ、ひかるさん来てくれてありがとう。しかもアバター、私のあれにしてくれてる、ありがとう。ひろひなさん、待って、トビアスさん、こんばんは、ありがとう。ユッキーさん、プチありがとうございます。あ、本当だよ、プー、猫プーもプドメ、プドーメだからな、呼んだな。いや、それね、ブレイブさん、数日前に明けおめって言ったような気がするよね。なんか今年早かったよね。なんかやっぱ年を重ねるたびに早くなってくのかな、お正月とか。なんと今夜はツインテールではない、今日はハーフアップじゃ、今日はハーフアップです。ジェリーさん、ありがとう。大きなパーカーを着てたね。あ、そうそう、あれね、いただいた、あのアンジービーっていう、あの村瀬さえさんの、サイピーさんのブランドのをファンの方にいただいて、よく着させてもらってます。あれね、大きいし、まあでもね、言って結構ぴったりでもないけど、上着としてはね、すごいこういいサイズよ。いいよね、キラさん、ありがとう。ケンさんさん、ありがとう。トゲ、今日も元気です。寒い中元気だよ。嘘、にじいろさん、今朝そんなに見てくれたん、おはよう TikTok 見てくれたんだ。ありがとうございます。まーちゃん、ありがとう。カリタン、ありがとう。今日も歌うんですか。いや、今日は最後に1曲は絶対歌うけど、それまではお話かな、今日。カイさん、はじめまして。カタカナカイさん、ひらがなのカズさん、サトシさん、おさるさん。そう、今日はもうあの青いパーカーです。ちょっと寒いから着替えちゃった。カイワレさん、ティーヤカさん、のいちさん、ありがとうございます。ハゲちゃん、ジェニくんさん、アキエモンさん、ありがとうございます。滝山 3.5 ひな法を解説してほしい。滝山 3.5 ひな法は、去年の6月までは3人であの活動してたんだけど、ガールズバンドって活動してたんだけど、去年の6月に2人卒業して、で1人になったんですけど、名前というか、そのまま滝山 3.5 として歩んでいってる感じですかね。これまではだから滝山 3.5 っていう名前でアコースティックライブしたりとかで、今度は対バンライブがあったりとか、歌手活動するときは滝山 3.5 って言ってます。タギちゃん、ジェニくんさん、来ましたポ、来てくれてありがとうポ。アキエモンさん、ありがとう。ネコポ、かわいい、ありがとう。アキヤン、のんびりしたいねんさん、ありがとう。え、カゲちゃんお誕生日なの今日、おめでとう。マミシバさんたち、ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカゲちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。
る？ブーちゃん、アメマさん、竹山メイツさん、ヨウちゃん、ありがとうヨウちゃん。愛媛と東京行ったり来たりの1月お疲れ様です。あ、そっか、行ったり来たりしたかね。そうだね、割としばらくはねこっちにいるんですよ、東京にね。でもまた3月は行ったり来たりするかな。そういえば、ありがとう。コシさん、ぷ、よかった？指めっちゃ長かった。いや、それめっちゃ言われるんだけど、私指そんな長いですかね。私すごいよく言われる。なんか会った時も言われるんですよ、人とこう会った時も。指長いね指長いですかねって言ってるんだけど、手の大きさはねそんな大きくないんですよ、本当に。そうなの、まあ、これに対しての指が長いのかな、普通の人より。足の指も長くてね、同じ感じです。足の指長ってよく言われるので村上さん、ありがとう。大将さん、セミ、ありがとう。ひなおちゃん、普段からマッサージとか整体行ったりするのか。いや、昔はね定期的に整体に行ってて、本当に体が曲がってるのでね、私だから行ってたんですけど、愛媛で行ってたんだよね。それがこっちに来てからなかなかね通いづらくなって、でもこっちに来てから一回整体は行きました。そうなのよ。おさぴーさん、かわいい。ありがとう、かわいい。嬉しい。うん。あ、よつばさん、そうだったのか。そりゃ災難な年明けじゃ。コロポン、明日の東京は晴れ、少し暖かい。よかった。明日はね、大事なお仕事があるので晴れてほしいな。おさぴーさん、かわいい。ありがとう、かわいい。フジモンさん、2シュートカウントありがとう。コエポンさん、いらっしゃい。ぬくもりさん、プチ、ありがとう。世界仰天ニュースで愛媛の人の事件やってて、それ見ながら配信見てます。え、なに、何の事件があったっけ。そんな仰天ニュースに出るような事件ってことよね。キラさん、プチ、ありがとう。 3.5 ツアー T シャツ、え、ありがとう、頼んでくれて。この T シャツの思い出、 3.5 ツアーだよね。 3.5 ツアーの T シャツか。ね、 3.5 ツアーって結構前だよな。ちょっとなんか、あれ、コロナ始まってたんだっけな、その時は。ツアー回ってた時、あ、どうだったっけ、キラさん、 3.5 の時。それね、めちゃくちゃ来たんですよ、ライブで。多分ツアーの中で一番その 3.5 ツアー T シャツを着たんよ。あの、毎回着てライブしてたから、その T シャツは大好き。ありがとう、キラさん。ギャラリーさん、ありがとう。歌楽しみにします。おお、ありがとう、ヒカルさん。最後に一曲歌います。ひとみさん、おしげさん、まなみなちゃけらんさん、ありがとう。しんいちカウント、ありがとう。ファンミンのやつ、あの、応募してくれて、予約か。そう、今日までなのでね、あの、2月19日にファンミーティングがあるんですけど、それの受付が今日の夜の23時59分で受付終了になります。1時なんですけど、ぜひ愛媛なんですけどね、楽しいファンミにできればなと思うのでお待ちしてます。まゆまゆさん、こんばんは、ありがとうございます。そうそう、ガールズバンドとして5年間活動してて、で、去年から一人になったかな。うわ、コロボ、それ、あの、めっちゃ流行ったから知ってるけど全然歌えない。ででんでんでん、いけない、いけない。
ぶっちゃけ快楽、酒のだけ、酒の歌にすら、あ、わからん、ちょっと待って、歌詞が本当にわからん。俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、あって、酒の魚にすらもう禁止サークみたいなやつよね。全然わからんわこの本で、持って進むきっかけ、若いさんこんばんは、ありがとうございます。お、大きいさんこんばんは、今日は私も水色のセットを着ています、私のラッキーカラーって言って、あ、ほんとラッキーカラーなの、大きいさん、私も水色だぜ。一人のイメージなかった、え、そう、ゆっきーさん寂しかった舞台、おみしぼさんセミありがとう、かげちゃんにバースデーひなおしゃく、え、ひなおしゃく、あ、継ぐものがないですが目薬でも継ぎましょうかひなおしゃくかげちゃんにセミありがとう、まみしばさん、ストンコさんいらっしゃい、ありがとう、トモノリテラさんお疲れ様、今日で南海放送を離れる甲斐彩香アナウンサーとの思い出ありますか、いっぱいありますよ、あの、なんて言っても一番は、私毎月そのテレビとラジオの収録でその南海放送のテレビ局行くんですけどね、そこであの毎月絶対差し入れをくださるの、本当に大変だし、あの甲斐さんもめちゃくちゃ忙しいと思うんですけど、それでも持ってきてくださるの、本当に嬉しいですよね、もうそれが本当にありがたくて嬉しかったっていうのと、あとはあのご飯とかもね一緒に食べに行ったりとかして、去年のどれぐらいだっけな、ご飯もね一緒に行って、映画も見に行ったかな、映画も見に行ったりしてね、たくさん思い出はあります、本当に一緒にお仕事もさせてもらったし、思い出いっぱい、お疲れ様でした。さとしさん、2連休だったけど一歩も外に出なかった、いいじゃん、いいな、いやそういう一歩も外に出ないやついいやっぱり一人は寂しいですかって、寂しさもねあるけどね、やっぱりライブするのは楽しいよね。まさみうらさんこんばんは、ありがとうございます。ブラッチさん2シュートカウントありがとう。足のサイズは小さいのに足の指は長い、足の胴体が短いのか、そう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 、まあそういうことよ、こうみたいなとこが短いんだよね、多分短いとかちっちゃいのかな、 ここが多分、足もそうだと思います、足があの素足で 21.5 しかないからさ、まあ靴下履いて 22.5 よ、だからギリギリ大人サイズで一番ちっちゃいやつを履いてるんですけど、だからねその足自体はねちっちゃいんですよね、すごい。秀幸さんフル、ありがとう、ありがとう。明日を描くために未来へと別れ道を歩いてく、辛いこともあるけれど、ありがとう。カルビさんフロー、ありがとうございます。カルビさん、ヨネさんお疲れ様です、お疲れ様。野菜炒めさん、今日公園で子犬に絡まれました、可愛かった、可愛い、え、公園って公園だよね、パークだよね、野菜炒めさん。ひろくん、きんちゃんさんこんばんは、ありがとう。バタコさんカウントありがとう。ガックンさんこんばんは、ありがとうございます。
も早朝からお仕事。そうそうそう、今日は全然また違う件でお仕事があって、うん、明日とは違うやつです。シンジ、間違えた、セイジさんこんばんは、ありがとうございます。スコールさんいらっしゃい。フジモンさんフル、ありがとう。フジモンさん、ヒロくん、あれ言ってくれた、さっき。大輝さん、大輝さんこんばんは。ナベちゃん、ナベちゃん、アントワーヌさん、ローモジのツナさん、ありがとう。若井さん、プチ、ありがとうございます。寒いね今日。え、寒いよね。今年もあと11ヶ月。それは早すぎるって、ポップマスターさん。まあ確かに今年もあと11ヶ月だと思えば、なんかもうちょっとのような気もしてくるわ、それ。グッチ、ヨッピーさん、フルー、ありがとう。グッチにヨッピーさん、え、大輝さん嬉しい、ありがとうございます。そっか、大工さん2年前だったらもうコロナ禍ではあるのか。え、めっちゃコロナ禍の時だっけそれ、もしかして。きなこいさん、お、本当600回訪問ありがとう。そうかそうか、実際はアプリ以外から、あ、言ってたよね、アプリ以外から見てたって。その服何の服ですか。これもね、いただいたお洋服でね、あの、なんだっけ、ムンみたいな、ムンみたいな名前のお洋服です。お猿さん、プチ、ありがとう。夢の中で宅囲んでて、なぜか反則しまくった私に、ひなほさんから出禁宣告されてきました。なんでそんな辛い夢見るん。お猿さんは絶対せんでしょ、そんなこと。出禁にせんし、まず。かずいもんさん、こんばんは。お、しゅんしゅんさん、東京から行くかって言ってくれとるんだけど。まだおさんいらっしゃい。白夜さん、かわいい、ありがとう。あまとうさん、セミありがとう。ハムちゃんフルー、ありがとう。ハムちゃん、明日から転勤で、今日から社宅で一人暮らしに、ワンルームですか。あ、フルーありがとう。ハムちゃん、明日から転勤なんだ、頑張ってな。明日から、そうなんだ、2月からなんだね。ワンルームディスコって、アイセイディスコのやつじゃないの、曲それ。ハムちゃん、ワンルームディスコって、アイセイディスコ。お、キラさん、カウントありがとう。今日ローソンでリコリコのファイル、タケナのファイル、ひなもさんの分もらって、え、ありがとう、本当、え、嬉しい。そっか、今やってるんか。さとしさん、ありがとう。ファン見当たるといいなって言ってくれた。新八さん、ありがとう。ケンスケフル、ありがとうございます。頑張ってくる、明日、ありがとう。堀さん、セミとカウント、ありがとうございます。今日は YouTube で竹山の MV 見てました。ひなほちゃんが若かった。そうよ、ひなほちゃんは18か、18の時ですね、 MV 載ってるのは。あの、他のメンバーとかも14歳とかだから。若すぎるやろ。MV ね、竹山の MV ぜひ見てください、皆さん。14歳って。アクアさん、こんばんは、ありがとうございます。ソロ活動、そうですね、直樹さん、ソロ活動ですね今。うん、のぶさんフロー、ありがとう。のぶさん、広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く、小さな島のあなたのもとへ。ありがとう。ユッキーさん、セミ、ありがとう。ユッキーさん、大将さん、フル、ありがとう。大将さん、学
極 SP スパ、ん、あ、え、極スパに連れててもらったけど想像を絶する気持ちよさでした。え、なんだっけそれ、え、頭のやつもしかして大将さん、なんか私がずっと言ってたやつかなそれ。お仕事いってらっしゃい、いいな。睡眠教さん、白熊さん、ありがとう。カリタン、カウントありがとう。ゆうとうさん、こんばんは、ありがとう。ひらがなゆうとうさん、お、TikTok お疲れ様、よかった。ひかるさん、ありがとう、嬉しい。なおさん、プチ、ありがとうございます。いろいろあって愛媛、え、そうなん、愛媛なおですか。何、焼けそうだってソーダ飲んでるの。すまちゃん、ありがとう。アクアさん、ありがとう。今日もかわいいって言ってくれて、ありがとうございます。アルバイトの経験ありますよ、高校生の頃、高校と大学ちょいぐらいかな。ベイさん、フローありがとうございます。ベイさん嬉しい。ビクヤさん、結婚してありがとう。早速おはよう、声真似で起きました。え、ありがとうキラさん、嬉しい。いやー、そう、おはよう、おはようとお休みか今のとこ出してる。また何か出すとしたら何かなと思って、あ、でもとりあえず新しい全く全然違う TikTok 近々ちょっと載せる予定なんですけど、その次くらいにまたなんか別バージョンとかで載せたいな。北のマークのセミ、ありがとう。カウントとピルクルフル、今日もありがとうピルクル。えー、ペリーさん胃カメラだって、明日怖いね。ペリーさん深呼吸で、なんか私ね、人生で絶対これから胃カメラを健康診断で飲むんだって思ったからさ、予習しとこうと思って、なんか人の健康診断の動画を見てたんですよ YouTube で。全然知らん人の健康診断を見ててそれでなんか鼻からと口から選べるよね確か。なんかね、鼻からの方が楽そうだったね。そう、選べるのかなペリーさん、胃カメラって。そうなの、私もうわうわうわって思いながら見てたけど、年に1回なのかなペリーさん、偉いね。私ももうすぐ行くから先輩頑張ってきてペリーさん。ひろくんおやすみ、ありがとう、お疲れ様。小説家さん、こんばんは、ありがとうございます。変なコップ使ってる、国士無双13面待ちコップですこれね、すごいおしゃれなのがね、ここの白がね、イーマンになるんですよ。お湯入れたら浮かび上がってくるの、めっちゃおしゃれじゃない。それでどっちもでこう国士上がってるみたいなね。そう、ショールームコメント届くのが遅い。そう、シュンシュンさんめっちゃゆっくり読んでるから、私がちょっと遅いんです。花粉始まってない、いや花粉症じゃないよ私、全く。ありがたいことにアレルギー性鼻炎はねひどいんですけど、花粉症はないんだよね。ネコプフル、ありがとうネコプ。まーちゃんもフル、ありがとうまーちゃん。へーへー、いやのーかずらばーしゃー、雲の湯のでも不可能に、ありがとうまーちゃん。大工さん、カウントとフル、ありがとうございます。自己紹介コーナー、今宵も配信来てくれてありがとうございます。武田ひなほ、かっこひなぽと申します。
いつもこれくらいの時間に配信してるので、ぜひ明日もお待ちしてます。いよいよ2月3日にですね、もう今週の話なんですけど、下北沢でライブがあります。今年初めてのライブ、楽しみです。ぜひ下北沢なんですが、まだチケットあるかな、配信チケットとかもありますので、見てくれたら嬉しいです。ありがとう、ありがとう。あと TikTok も更新していきますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。ローマ字のゆうたさんいらっしゃい。おかきさん、こんばん、ありがとう。おかきさん、小説家さんいらっしゃい、ありがとうございます。うん、ローマ字のマサさんありがとうね、撮ってくれて、飛行機祈っとこう。彩香さんの滝山密着本当にありがたかったですね。うん、密着してくれたよね、彩香さん。そうなの、近くで見守ってくれてたの。フォックスハンターさんありがとう。21.5 メモった。いやでも 21.5 だとちっちゃいんだけど、靴はね、まあ 22.5 入っててなんでメモったんだろう、キラさん。コシさん2シュートカウントありがとうございます。おー、りょうすけ本当言ってたよね、記念旅行で愛媛来られるのか。そうかそうか、いい、また来てよ愛媛。ねえ、ポップマスターさん、そうそう、ライブも来てくれてたし、クリスマスライブのオフ会か、来てくれてた。まみしばさん、三等賞さん、フル、ありがとうございます。あ、リアリティ登録したよ、アバター人間しかないんだねって。いや、そうだよ、確かに犬とかないよね。作った、まみしばさん、ありがとう。カムさんありがとうございます。ひろしさんこんばんは。サカピーさんフォローありがとうございます。サカピーさん、下北対バンライブの意気込みですか。みんなに楽しんでほしいなっていう気持ちだけで、すごい楽しんでもらいたいという、私も楽しみたいし楽しんでもらいたいで、最高だった、良かったなと思ってもらえるようなライブにしたいって、もうそれだけ考えてる今。もう瀬取りとかもね、私的すごく楽しめるような瀬取りにしたので、うん、ぜひお楽しみに。今年初ですね。おひつりさんハート、ありがとう。ひつりさん、ヒール姿は少し想像つかん。本当？私はもうほとんどヒールですよ。運動靴っていうのかな、シューズをあんまり履かないからね。いつもブーツか、いつもねブーツか、まあピンヒールはないかな、痛いからね足が。あ、今年の夏はこの T シャツ着ていくぞいって、キラさんが。ムラピーさんフロー、ありがとう。ムラピーさん嬉しい。のりたまさん、キング翼さんありがとう。わ、ひろとさん来たぜ2回目いい声だ、だって嬉しい、ありがとう。カニさんいらっしゃい、ありがとう。しんいちフロー、ありがとう。しんいち、かげちゃんに、あ、お祝いの、かげちゃんおめでとうございます。乾杯、ドドン。いる？かげちゃんのりたまさんプチ、やった、ありがとう。あっくんさんいらっしゃい。ドナルドさんにかんちゃんフル、ありがとう。ドナルドさん、かんちゃん、明日大事な仕事、晴れるのでよしんこ。あ、ありがとうね、ドナルドさん。晴れるか、明日晴れるかな、晴れてほしいな。
ヒロさん言ったか、キョムさんこんばんは、ありがとうございます。好きなスポーツ、スポーツかそんなにね得意じゃないけど、バドミントンは好きだよ。スポーツなんか遊んだりするの、見たりするのも好きだし。リュウジさんありがとう、よしんこ。ののたけさんおやすみ、ありがとうございます。ワンルームディスコ分かんなかった、パフュームさんの曲か。愛媛旅行でレンタカーがあるんだが、おすすめの観光地。おお、じゃあ遠出できるってことか。ちょっとじゃあ道の駅とか巡ったらいいんじゃん。ふわりとか、道の駅ふわりとか、広いよ海とか。ぬくもりさんフル、わあありがとう、今日も嬉しい。若井さんおもーち、おもーち、ありがとう。ローマ字のマサさんフル、ありがとうございます。大工さんよう分かっとるね、バドミントンですねって先に言ってくれとんやけど。ローマ字のマサさんハート、ありがとう。ダーシャハさんお疲れ、ありがとう。ノブさんハート、ありがとうございます。にじいろさんフル、ありがとう。にじいろさん、かいさん4月から東京だからまた新しい思い出作れそう。そうなの、あの会いましょうってめっちゃ言ってて、あのあやかさんこっちに来られたらご飯も行きたいし、いろんなとこ行きたいな。ピカルンフル、ありがとう。ピカルン今日もありがとうね。デカちゃんいらっしゃい。にじいろさんハート、ありがとう。おー、デカちゃんありがとう。今日オーバーザトップさんありがとう。シンジさんお、フルありがとう。シンジさん、若いさんレインボースターありがとう。あ、なるほど。大将さんカウント、ゴクスパは悟空の気持ちの全身バージョン、めっちゃ良さそう。うわ、めっちゃ気持ち良さそうだね。それ悟空の気持ち、悟空の気持ちいきたい。スノーホワイトさん初めて来てくれてありがとうございます。いい声ですねって言ってくださってる、嬉しい、ありがとうございます。堀さんフル、ありがとう。堀さん2月3日のライブ着ていく竹山の4周年 T シャツ届きました。あ、ありがとうございます。あ、4周年 T シャツをゲットしてくれたのか、堀さん嬉しい、きなこいさんカウントありがとう。伝説のお台場ライブの前の年の夏におひなの配信してたから、あ、4年半か、もうめっちゃ初期からじゃね。きなこいさんもう4年半経つのか。スランプくんこんばんは、ありがとうございます。チャトララブさんこんばんは、ありがとうございます。ひなおさんは23歳です。3月3日で生誕祭が、3月2日と5日で生誕祭もあるのでぜひお待ちしてます。3月3日誕生日なのよ。松山には友達いるのに時々行きますよ。ライブある時なら行きたいです。ぜひお待ちしてますよ。つばさん、松山にお友達がいるんですか。松山にお引越しした、のかな、お友達が。わあ、ぜひ。おひつりさん小判ありがとうございます。ひろくおやすみ、あれおやすみ。マレーさんいらっしゃい。ヤマピおかえり。ワンガンさんセミありがとう。ロンロンのサンマーイベントも今日で終わりだ。あ、そうなんだ。サンマーイベント今日で終わりか。もう私ずっとイベントを打ってなくてね、あの4人のトンプずっとやってるんだけど、イベントやったらよかったな。人の歯医者の動画見てたまに楽しんでる悪趣味ブラッチさんいやでも、ちょっとさ気になってきた。見たことないけど、人の歯医者の動画どういうこと。痛そうにしてるってこと。バリウムよりは胃カメラの方が楽。そうなんだ。もう絶対飲みたくないよバリウム。どうにかさ死ぬまで飲まない方法ないのかな、バリウム。
ないか。みんな通る道？バリウムって味ついてるんですか？バナナ味とかないの？バリウム。アメマさん、フル。ありがとう。寒いね、今日も。あ、鼻からの方が楽ですよって先輩が言ってる。毒キノコ？何毒キノコ？鼻と口からとバリウム選べます。あ、そうなん、え、そういうこと？あ、バリウムか。え？あ、どっちでもいいんだ。え、なん、え、それだったらなんかバリウムの方がマシなような気がするんだけど。え、鼻からだと入らないとかあるの？ハムちゃん、鼻は多分大丈夫だと思うんだよな、私。あの、耳の穴がちっちゃいんですよね。そう、耳の穴がちっちゃいんですよ、私。本当に大変なの。堀さん、ラブレターありがとう。ファインさん、バラありがとう。わあ、さとしさん痛そう。頑張っとるね、いつも。あ、そうなんだ、キラさん。鼻からのはできるとことできないとこがあるんだ。口からは大変なの、やっぱり。いや、絶対大変だよね。チャトララブさん、ハート、ありがとう。ヤモピー、セミ、ありがとう、ヤモピー。今日は新アバターできた。金子のクラッカーのつもりです。あ、そういうこと？ヤマピー、それ新しいアバターなんだ。おめでとう。え、確かにめっちゃ大きなクラッカー鳴らしてるわ。そうなんだ。え、ぬくもりさんも30歳になったら健康診断デビューする？私もそれぐらいでしようかなと思ってた。国士カップいいよね、ホリーさん。ひろひなさん、バラありがとう。おひつりさん、セミ、え、本当？昨日からぼちざろく2週目やるね。見てるんだ。ひろひなさん、フルー、ありがとう。ひろひなさん、今日も。よしーパパさん、いらっしゃい。のうさん、音符。にじいろさん、うま。まーちゃん、だるま、今日もありがとう。医療器具は進歩してて、薬のカプセル台のカメラを飲むだけのもあるみたい。あ、そうなんだ。え、その体内に入ったカメラはどうなるの？コロボ消化されるの？チャトララブさん、猫ちゃん好きなのよ。というか、これあのお家の猫ちゃんをファンの人がプリントし、あ、ファンの人が具現化してくれて、これあの私のお家にいるきなこの等身大なんですよ。チャトララブさん、チャトラ可愛いよね。実家にはいるんですよ、この子が。リラクマフル、ありがとう。リラクマ、愛してるぜこの野郎だって。え、ありがとう。チケット早う。あ、そうね、チケット情報ね。そうなの、もうちょっと待ってね。うわ、ポップマスターさん、おー、いろんなところからいろんなとこからカメラが頑張っとる。おさぴーさん、うま、ありがとう。え、そうなんだ。竹山芽一さん、え、鼻からの胃カメラ無理とかあるんだ。あつ、え、鼻の穴ちっちゃいかな、私。広げても無理？広げても無理？そうなんだ。で、入る人と入れない人がいるんだね、じゃあ。鳥ちゃんさん、いらっしゃい。ありがとう。今日もひなおさんの声聞けてるってダイさんが言ってくれてる。ありがとう。しんじさん、ハート、ありがとうございます。マスターさん、こんばんは。ありがとう。アレルギー性鼻炎と花粉症は違うの？うん、違うと思うよ。アレルギー性鼻炎はもう、なんて、年中悪いもんだからね。まあでもこう、レーザーで焼いてからすごく良くなって、今めっちゃいいです。昔に比べたら。
粉症とかだから外とか関係ないからね。863こんばんは、ありがとう。863エイジさん、2シュートカウントありがとうございます。何気に持ち物で麻雀系のデザインのものが増えてない？え、めっちゃあるよ、ほんと。あのこれもそうだけど、コップだけで4つぐらいある。麻雀カップ、え、5つぐらいあるかな、実家の方も合わせたら。そうなのよ。堀さん、だるまありがとう。コテ、あれ、そろそろ時間、嘘。ポップマスターさん、フルーありがとう。え、いってらっしゃい。ちょっとホットコーヒー入れてくる。だってかずら橋って逃げてた平家が追ってきた時に切って橋を落とせるようにしてたって説もある。そうなんだ、なるほどね。だからあんなゆらゆらしてんだ、あの橋。めっちゃ怖かったよあれ。絶対いつか落ちちゃう橋だよあれ。海道線五郎さん、いらっしゃい、ありがとう。隊長こんばんは。昨日までひたすら夜勤でした。え、お疲れ様。終わったの夜勤。ラペちゃんさんこんばんは。睡眠教さん2週ありがとうございます。コラボ募集しよっか、竹山メンバー。男性で年齢制限なしなりかなって。コラボは何が弾けるんだい。やっくんフルー、ありがとう。やっくん、あ、テストさん、大文字のテストさん、ほぼフルとカウント、やった、ありがとう、ありがとう。やっくん、だるまレンジャーコティ、ありがとうございます。なおさん、セミありがとう。市駅のトラットリア、ウィントディマーレでパスタランチ。え、何そのおしゃれな語源。会計のシータ持ち帰ったからおひな返しといて。え、どういうこと。え、食べ逃げしたってこと。あ、底辺生活さん、フルありがとうございます。ありがとう。今日配信前に寝落ちして捨て防止時間遅れたけど、あ、そうなんだ、ありがとう、起きてくれて、ありがとう。底辺さん、わ、今年からバリウムだって。白夜さん、初バリウムですか。そっか。こえぽんさん、フルありがとう。あさって2日やろ。しあさってが本番よな、3日は。ライブもファンミもイベントもいつも最高です。あ、え、ありがとう、虹色さん。ありがとう。ようちゃん、フルーありがとう、ようちゃん。ちいさんの声の歌。ほーら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。ただあなたにだけ届いてほしい響け恋の歌。ほーら、ありがとう。え、見てない。ハラメタ、何、アイス専用のめっちゃ可愛い冷凍庫あったんだ、世田谷ベースに。見たかった。アルポポさんありがとう。ニオさん、いらっしゃい、ありがとうございます。エーサカピーさん、ありがとう。3日楽しみたいね。のりさんこんばんは、ありがとう。マサウメさんありがとう、こんばんは。お供は三ツ矢の南高梅サイダー。あ、いいね、そのお供、美味しいね。いいね、いいね。甘党さん、ユッキーさん、フル今日もありがとうございます。え、愛しさと、え、愛しさと切なさと心強さといつも感じている、あなたへと向かって。ありがとう。
今月もひなおちゃんの配信見に行けてよかった。来月もよろしくお願いします。ありがとうよっきーさん、来月もよろしくね。明日からだね。お、ワンガンさん、なんとなんと、ございます。嬉しい、ありがとう。りょうさんフォロー、ありがとう。りょうさん、会社のミーティングでひなぽの CM 見たら即報告を求むと先輩特権を発動し、え、ありがとうございます。あ、明日からあのリアリティ放送だね。1日からだもんね。みんな見てね。ひでまさん、こんばんは、ありがとうございます。ネコプハート、ネコプありがとう。金曜の瀬戸で楽しみすぎるわ、待ち遠しいってこと、ありがとう。私も楽しみです。モリブーさん、こんばんは、ありがとうございます。コンドルさん、お、2.9 周わー、たくさんありがとうございます。2月3日東京7度とのことなので暖かくして、え、寒っ、晴れなのかな3日は。コンドルさん、え、ヒカルさんバトやってる、今もやってるの、すごっ。ライブがあった日も配信してるよ、毎日ライブが終わった後してます。え、めっちゃすごいやん、ヒカルさん全国大会まで行かれたんだって。え、めっちゃすごっ、え、すごっ。りゅうさんハート、ありがとう。かのうさん、だるま忍者コテン、ありがとうございます。下北ライブはね、しゅんしゅんさん、あの竹山の公式ツイッターに載ってる、ホームページには載ってないかな、どうだ、ホームページには載ってないかも。りゅうさんハート、ありがとうございます。あ、ダナルノさん読めたよ、トゲありがとね。カンちゃんのフルも読めたような気がするな。カンちゃんフルありがとね。今日もひらがなのカズさん、ジャーニャン隊長フルありがとうございます。明日から大きな目標のためにしばらく無音です、無反応ですが、そうな、そう、すごく大きな挑戦をするのね。頑張ってね、頑張ってね隊長、応援してます、ありがとう。今度はおひなが東京のお店を開催に教えてあげて、まあ、そんな知らないけどな私でもね、どこかこう新しいとことか行きたいな、まあ、ほのぴとかとも浅草行ったりしたし、浅草また行きたいな。あ、隊長レインボースタージョコもありがとう、たくさん嬉しい。ももさんお晩です、今日もありがとう。あ、ハクロって、あのあれじゃない、私それ紹介したかも、りょうすけ、めっちゃいいとこじゃない、そのホテル、あの屋上に温泉があるとこじゃないっけ。おそらちゃんありがとう、こんばんは。今日もあっという間だよね、ほんと。ターボジェットさんもありがとう。マサさん、プーチン、ありがとう、マサさん。ありがとう。よし、ここまで。お、ようちゃん結婚して。ありがとう。ホリさん、かわいい、ありがとう。トゲフル、ありがとう、トゲ。嬉しい。仲が良かった友達みんな松山に引っ越した。え、そんなことある、四つ葉さん。え、なんか嬉しいね、でも松山に引っ越した。タコポヨさんありがとう、タコポヨさん。ローマ字のマサさん、バラありがとうございます。私はバリウム飲むつもりはないわよ。あ、そうなの、ぬくもりさん。え、何で行くの、胃カメラってこと。
お、サトシさんもまだバリウム飲んだことないだって。いや、そのトゲ、その究極の選択なんよ。そのバリウム飲むか胃カメラ飲むかって、ほんと究極じゃない？どっちが、え、統計的にはどっちがマシなの？バリウム飲むのと胃カメラ飲むのって。どっちがマシなんだろう。でもこれどっちも味わった人じゃないとわからないよね、それ。まずいヨーグルトか。まずいヨーグルト、なんかいけそうな気がする、それバリウムの方が。え、その量が多いんよね、確か。バリウムって飲む量が。あ、バリウム一応味があるんだ、嬉しい。そうなんだ。バリウムより発泡剤の方がきつい。あ、一緒に飲むやつ、発泡剤って。それも一緒に飲むんだっけ。今のは美味しいんだ。ブラッチさん、フルーありがとうございます。え、待って、おじゃまじょカーニバルってどんな曲だっけ。なんかね、それすっごいあれだよ、なんかね、一時聞いてたのにめっちゃ忘れちゃった。ブラッチさん、あ、どんなんだっけ、サビどんなんでしたっけ。え、味付きの方がいい。え、味付きがあるけどプレーンの方がいいんだ、逆に。とろけるさん、そうなんだ。カノンさん、ほぼフル。ダルマレンジャー、奥様フル、いつもありがとうございます。ありがとう。バリウム飲むときは、あ、すきっぱらなんだからカツ丼味とかにしてほしいってところさんが昔言ってた。面白い。確かに。でも活動味のバリウムか、それもなんかすごそうだな。今日から耳の穴鍛えるか、だって。耳の穴鍛えようかな。バリンチュさん、こんばんは、ありがとうございます。ノーさん、フルー、ありがとう。居酒屋で肉、肉、肉で最後クジラの肉で締めた。へえ、珍しい。クジラの竜田揚げ好き？いや、え、あ、食べたことあったかな。お肉は食べたことある、クジラの。美味しかった、食べやすいなと思ったけど。今日のおひなの鼻歌の曲。何か鼻歌歌ったっけ。あ、石焼き芋お芋。これ今日鼻歌歌ってた、電車降りてから。じゃあちょっと、うん、マネージャーさんはいますよ、横に。一人じゃないですけど。待って、胸がねさんかな、ひろしさん、こんばんは。わ、これちょっとお名前違いそう、すみません。道秀さん、今日もありがとうございます。ようちゃん、いや、うーん、ま、どうなる、その耳の穴がちっちゃいのは、そうだね、なんか通りが悪いのかな、ようちゃん。かの、あ、言った、これ月の人星ウイルさん、今日もありがとう。飲んだ後の方が大変なんだ、バリウムって。もう聞けば聞くほど嫌だよ。のりたーま、ありがとう。サイリウム、今日も。おさぴーさん、花束、今日もありがとう。え、めっちゃ遅れてる、ごめん。ありがとう。ちょっと締めていきます。おひつりさん、フルー、ありがとうございます。目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。ありがとう。わ、アルポポさん、毎年カメラ飲んでます、お疲れ様です。大変や、アルポポさん。え、それは鼻から言ってるのかな。ブラッチさん、
ラブレターありがとう。カメラ美味しくいただきましたと言うてるなきゃな、ポップマスターさん。あ、出ていくんだ。あ、そうだよな。回収？回収は嫌やろ。飲み込んだやつ回収するんだったらもう胃カメラの方がマシよ。そんな回収するためにまたなんかいろいろこうされるんは。きなこいさんプチありがとう。そしたらみ、なんて読むんだっけそれ。南砂町か、畑田カフェに、あ、そうだ、南砂町か、畑田カフェでかえさんと行って葛飾臨海公園で観覧車や水族館。え、めっちゃいいね。確かに畑田さんのカフェ行きたいわ、あゆかさんと。確かに確かに。アントワーヌさん、フルありがとう。アントワーヌさん、先日バリウム飲みました。お疲れ様。ほんのり味がついてる。昔はまずかった。一緒に飲む発泡剤がいい。あ、やっぱ一緒に飲む発泡剤が嫌なんだ、みんな。そっか、そうよね。もうキューンってなるの、お腹パーンってなるってことでやろう。しんど。バリンチョさん、カウントありがとう。ローマ字のよしさん、バラありがとね。よしさん、今日もありがとう。おひつりさん、ラブレター、ありがとう。ラブレター、のむさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、そうなんだ、めいちさん。いや、そっか、むらぴーさん入らなかったって。鼻からの、そうなんだ、痛い。あ、お猿さん、そうなの。口からのカメラは麻酔するので心配ありません。詳しいね、お猿さん。新一レインボースター、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、ハト、ありがとう。今日も鈴風さん、ありがとう。あ、岡野さん、フルありがとうございます。あ、ね、明日ファーストテイクで、あの水星さん、星マッチって読むのかな、水星さんの2曲目出るよね。お洋服も可愛かった、楽しみ。ももたんさん、こんばんは、ありがとうございます。そうね、きなこいさんからも麻雀リングもらってますから、あのお花のリングももらったしね、ありがとう。かわいい。お、しあさってや、かよぽんさん、楽しみやね。のぶさん、バラありがとうございます。うわ、タボジェットさん、そうなの、お腹に注射してんだって、毎日。えらいな。そう、なんか井出丸元弘さん、ありがとう。甘党さん、サイリウムありがとう。わ、カズくんさん、さっきダウンロードしてきました、だって。嬉しい、ありがとうございます。わ、嬉しい。シャモさん、こんばんは。りょうたろうさん、ありがとう。コシさん、あきえもんさん、フルありがとう。今日も、今僕たちはあの夏を越えてゆく、新しいスタートは初めての連続で。ありがとう。え、待って、しんちゃんさんかな。しんちゃんさん、ありがとう。若井さん、おやすみ。あ、ユッキーさん、リアリティダウンロードしてくれてありがとう。ボイスチェンジャーおもろい。ハラメタル、フル、ありがとうございます。こないだ所さんにもらってた T シャツ、通販で売ってないやつだった。あ、ほんと、めっちゃレアじゃん、それ。ハラメタル、嬉しい。コートクさん、お疲れ様。ひろゆきさん、きのりんさん、こんばんは、ありがとう。ワンガンさん、フル、ありがとうございます。え、マジ？悟空スパ行ってきたの？みんなすごいじゃん。最初マイナス10度の部屋に入ってからマッサージされる？え、どういうこと？想像と全然違うんだけど。え、そんな凍えながらまずマッサージしてもらうの？竹山明治さん、フル、ありがとう。明治さん、ありがとうね。
HKT& あ、セラフィムさん、ありがとうございます。あら嬉しい。スエさん、あ、間違えた、キラさんだ。キラさん道後温泉めっちゃいいです。ぜひ入ってください。ヒカルさんおやすみ。胃カメラの方が楽なんだ。あ、そっか。その場でポリープがあった場合取ってくれるんだ。取ってくれるのありがたいけど怖いね、あった場合。お、アンマハ100回訪問なんだ。ありがとうアンマハ、嬉しい。バリウムの話めっちゃ盛り上がるね。はるかさん、ヤッホー、ありがとう。ブラッチさん、尊い、かっこいい、ありがとうね、ブラッチさん。つっくんさん、レインボースター、ありがとうございます。私前も石焼き芋だっけ、なおさん。なんかね、最近寒いのか、この石焼き芋、お芋っていうのがすごい頭で回ってるんですよ。あ、そうなんだ、カズさん。カズさんバリウム飲んでるのか。部分麻酔の飴舐めるん、みーぱぱさん。内視鏡入れるときにちょっと、じゃあ、しびれてくるんだ。大きな声でピリカピリララ、はしゃいててててててたた。ちょっとだけわかるわこの曲。伊藤さん、伊藤忠之さん、ありがとう。借りた一周ありがとう、今日も。お、あ、みほちゃんありがとうございます。セミ、え、嘘、めっちゃ嬉しい。ライブこっそり見に行きますって言ってくださっとる。え、待ってます、みほちゃん、ありがとう。みほちゃん来てくれる。あ、ケモさん、やだ。なるほどね、ゲームオーバーがあるんだ。バリウムはゲームオーバーになるともう一回なんだ。もう一回やらなきゃいけないんだ。事務所の健康診断ってあるのって、多分マネージャーさんとか、その所属してるタレントさんはなんか別の扱いになってて、社員じゃないんですよ。多分社員の、事務所の社員さんたちはみんな毎年受けてると思います、事務所で。秀幸さん、流れ星ありがとうございます。ごめん遅くなって。あ、ローマ字のヨシさん、ハート、ヨシハートさん、ありがとう。今日は青いパーカー。のりたま、告知ありがとう。今日もひらがなのカズさん、いらっしゃい、ありがとう。あ、バングバーさん、セミとカウントありがとうございます。移動中、移動頑張ってね、今移動中。今日健康診断配信、そうよ、本当に半分ぐらい健康診断の話やったよね。ブラチさん美味しそう。なんかすごいとこにできたね、品川付近のオフィス街に 石焼き芋でき来たんだ。ローマ字のゆいさん、いらっしゃい、ありがとう。お、アビシューさん、ありがとうございます。そうそうそう、タレントはね、個人事業主になるからね。そうなのよ、確定申告とかもそうだし、自分でやらなきゃな、健康診断。よし、お供行こう。今日のお供はですね、こちら、南高梅日本果物語三ツ矢サイダードキュン、これを飲みたい。ちょっと美味しそう、めっちゃこれ楽しみにしてた。え、すごい梅酒みたいな匂いする。
ピラタ。よし、では後回る方一緒に乾杯。お疲れ様。おいしい。なんかほんと梅酒みたいな味するんだけど梅酒ソーダ割りみたいな味する。なんか大人な梅だね。なんか甘さ控えめの梅強めみたいな感じ。おいしい。梅果汁 1% なんだ。でも和歌山県産だって。酸味は結構あるよ。うん、お酒としてね、梅酒は好きです。すごく味が美味しいよね、梅酒、うん、美味しい。美味しい。よし、ごめん、遅くなっちゃって。なんかゆっくりしすぎたみたいランキング読みにいそいそ行こう。ちょっと待ってよ。空のご機嫌なんか知らない。じゃあベイニーブルーにしよう。ありがとうございます。遅くまでお疲れ様。13位、ようちゃん、ありがとう。ようちゃんたくさんありがとうございます。12位、お、虹色さん、やった、ありがとう。虹色さん今日もありがとうね。11位、猫ぷん、猫ぷんありがとう。猫ぷん嬉しい、今日もありがとう。10位、お、ブラッチさん、ありがとう。ブラッチさん嬉しい、今日もありがとうね。9位、堀さん、堀さんありがとう。いつも男女ありがとうございます、すごい嬉しい。8位、おひつりさん、ありがとう、嬉しい、今日も。ラッキーセブン、お、ローマ字のマサさん。7位、ありがとう、今日も。明日はいい日になるぞい。6位、お、ひでゆきさん、いやー、ありがとう。お、イエイと重なった、ありがとう、ひでゆきさん嬉しい。5位、のぶさん、ありがとう。のぶさん嬉しい、今日もありがとうございます、お疲れ様。4位、お、若井さん、ありがとう。若井さん嬉しい、いつも男女ありがとう、お疲れ様。そして3位、あぼん、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、3位、そして2位、あぼん、ワンガンボーイさん、やった、ありがとう。2位、ありがとうね、ワンガンさん嬉しい、今日もありがとう。そして今日の第1位、あぼん、ジャーニャン隊長、隊長ありがとう。1位、明日から頑張ってね、隊長ファイト。2508名様、あや、たくさん今日も来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで今日も、最後に1曲歌って終わりたいと思いますので、何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。あ、青春コンプレックス、さっきちょっと歌ってたからかな。今を生きる自分、自信に胸を張って、また明日です。みーぱっぱさん、ギターと孤独と青い星、白い足りない足りない、バインディングロード、筆ペンボールペン、いいね、スイートメモリー、
おぎ、後藤ひとりさんまた来てくれてありがとう。あのバンドアートマチック夜にかける、おお天城越え、石川さゆりさんの誕生日だったんだ。君の知らない物語、つぼみ10回丸の内サディスティック、じゃんけんポンゴー。何の歌それ。ライオン、お無口な10月無口な君忘れる、前のめり、愛を込めた花束、スローモーションファンサ、マツケンサンバ、私がおばさんになんても、雪の花、あなただけを見つめてる、愛の塊、その方聞いたことあるな、面影、面影いいよね、エピカニコソ、ありがとう、ヨルシカさん、だから僕は音楽をやめた、忘れてやらない、いいね、ルリロの地球、お、大工さん、ありがとう、4週ありがとうね、可愛くてごめん、ライオン、いいね、決めます、レイニーブルー、レイニーブルー、夢見る10月、ありがとう、はい、今日は遅くなりましたがありがとうございました。今宵はスーパーセルさん、いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った、
がとう。今日は君の、あ、スーパーセルさんの君の知らない物語でした。リクエストありがとうございました。待って、あ、ロッピーさん、ロッピー、待って待って、ロッピーさん、あら、いっぱいいただいてた。ロッピーさん嬉しい。あ、ユッキーさんも虹いただいてた。ありがとう、ユッキーさん。ロッピーさん、ファントムさん、ファントムさん、虹色さん、おさっぴーさん、ミラボーたくさんありがとうございます。ありがとう、おさっぴーさん拍手もありがとうね。のぶさん、ひでゆきさん、たけみ、待って、たけみちゃんさん、ありがとう。ロッピーさん、りゅうさん、ねこぽ、すみーさん、ありがとういや、今日も、あ、今日は夜遅くまでありがとうございました。本当にまた明日お会いしましょう。今日もありがとうね。おやすみ。5、4、3、2、1、バイバイ、おやすみ。